クルト・クールマイは、ドイツの軍人。第二次世界大戦中のユンカース187の、パイロットであり、後に、ドイツ連邦空軍で少々となった。クールマイは、早くも15歳で、グライダーのパイロットとしての教育を受けた。1933年にアビトゥーアを受けると、1934年に、ドイツ空軍に入り、戦闘機のパイロットとして訓練される。 1936年、彼は、シュベリーンの SG162 第162地上攻撃航空団に配属され、1938年4月には、グラーツの SG168 に転任した。第二次世界大戦が始まると、SG1 の中隊長として、ポーランド侵攻フランス侵攻ノルウェー侵攻や、 地中海の戦いなど数多くの作戦に参加する。一例を挙げると、彼は1941年1月10日のイギリス空母イラストリアスに対する爆撃に加わっていた。1941年12月12日、アフリカにおける作戦の間にドイツ空軍の士官として初めてドイツ十字章を受章している。彼の名を最も広く知らしめたのは、 1943年10月18日から1944年12月まで、勤めた第三地上攻撃航空団の司令官として、担った役割である。1944年6月12日、彼は、クールマイ戦闘団と共に、フィンランドに到着した。そこで彼は、タリーハンタラの戦いにおけるドイツ・フィンランド、連合軍の勝利と、それによる、 ソ連軍のビボルグペトロザボーツク構成のトンザにおいて決定的な役割を果たした。そのためクールマイはフィンランドで現在もなお旧国の英雄として商用されている。1945年3月、第日上攻撃航空団インメルマンの司令官に着任し、1945年4月20日まで務めた。終戦までにほぼ500回の出撃を果たし、 大佐にまで昇進している。1956年から1971年まで、ドイツ連邦空軍に所属し、少々で退役した。A.B. ファイト・シェルザー、代理タークロイズ・トレジャー1939から1945、スケア・ツェズ・ミリテール、バーラグ、ロニーズ・イエーナ2007。 ISBN 978から3から938,845から17から2、S483。ありがとうございます。